タトラ KT4 タトラ KTNF6 タトラ KTNF6 はドイツ各地の路面電車で使用されている電車の1形式チェコスロバキアの KD タトラによって製造された2車体連接車のタトラ KT4 に新造した中間車体を挿入した部分超低床電車であるこの項目ではエストニア向けの KT6T 及び同様の改造が行われた 部分調低小電車の KTNF8 についても解説する。1984年、スイスのジュネーブ市電に登場した BE4?6 系電車を皮切りに、ヨーロッパ各都市の路面電車には、床上高さを抑え、バリアフリーに適した構造を有する調低小電車が登場するようになった。その一方で、各地のメーカーが浸透した、 超低省電車の導入が予算面の都合で困難な地域も多数存在しており、これらの場所を走る路面電車では既存の車両を改造することで床上、高さを下げた部分超低省電車が導入されている。その事例の一つが、KT タトラが製造した連接車のタトラ KT4 を改造した KTNF6 や KTNF8 である。 KTNF6 の改造に際して挿入された中間車体は、密ンバルト機械製造が製造したもので、車体に繊維強化複合材料を用い、配線に巻線技術を用いることで大幅な軽量化が実現しており、改造前の重量と比較して、増加分の重量は7.5トンに抑えられているほか、製造コストも安価に抑えられている。台車は、 スイスのシンドラーワゴンが開発した、小型車輪を用いた一軸台車が使われており、床上高さは 350mm に抑えられている。車体中央部にある両開きの乗降扉下部には、収納式のスロープがあり、車椅子やベビーカー利ー用客でも容易に乗降が可能となっている一方、高床式の前後車体とつながっている。 貫通路付近には3段のステップが設置されている。一方、KTNF-8 に挿入された中間車体は、KT4 の製造メーカーである、KD タトラやボンバルディアトランスポーテーションによって作られたもので、KTNF-6 と同型だが、台車はアルストム LBH によって開発された、直径 410mm の小型車輪を用いた、 回転軸を有するボギー台車が使用されており、油圧式ディスクブレーキや電磁吸着ブレーキが搭載されている。これらは KD タトラが開発した部分超低小電車の RT6 の構造をもとに設計されたもので、中間車体の床上高さは KTNF6 よりわずかに高い 360mm である。ドイツ向けの KTNF6 や KTNF8 は この改造と同時に、電気機器の改良工事も行われ、主電動機の出力が増加しているほか、消費電力が削減できる改正ブレーキが備わった。一方、エストニア向けの KT6T については、改造時点で、主電動機の交換は実施されず、これらの工事は、再度の更新が行われた2017年以降となった。ドイツの都市、コットブスを走るコットブス支には、 1992年から1995年にかけて近代化工事が施行された KT4 デシメートルを種車とした KTNF6 が導入され1996年1月29日から営業運転を開始した以降1998年まで26両を対象に改造が実施され KT4 デシメートル及び近代化工事未施行の KT4D のたとシエの譲渡も行われたことから2004年4月1日以降コットブス市電の定期列車には KTNF6 のみが使用されている。最初の改造から15年以上が経過した2012年以降は再度の近代化工事が行われている。2020年現在在籍するのは21両で残りの5両のうち1両は事故で廃車となった一方4両は 以下のように他都市の路面電車への譲渡が行われている。KTNF6 ドイツブランデンブルク州のブランデンブルクアンデアハーフェルを走るブランデンブルク市電では1997年9月27日に実施された開通100周年記念パレードに合わせ KT4D を改造した KTNF6 のお披露目が実施された。同年から営業運転を開始しており、 1998年までに重両の KT4D が改造を受けた。その後、2015年以降は全車両に対しサイドの更新工事が実施されている。KT6TS とニアノシとタリンを走るタリン市電では、新造時からタリン市電で使用されていた KT4SU とドイツ各都市から譲渡された KT4D の計1 2両を対象に2001年から2007年までに 低床車体の組み込みを含めた近代化工事を実施し、形式名を KT6T T に改めた。2016年から2018年にかけては、再度の近代化工事が、チェコーストラワのエコバエレクトリックで実施され、電気機器をセゲレツ製の TB プログレスに交換し、主電動機の出力が54キロワットに増大した、ほか、塗装も新型超低床電車である。 ウルボスアクセルに合わせた白と赤を基調としたものに変更されており、形式名についても KT6TM に変更されている。KTNF8 ドイツチューリンゲン州の都市、ゲーラを走るゲーラ市電では、1998年から KD タ、トラによって、KT4D から KTNF8 への改造工事が行われ、2000年に同社が倒産して、以降は、 ボンバルディアトランスポーテーションによって2003年まで実施された。そのうち KD タトラによって改造された車両は2両、ボンバルディアが手掛けた車両は4両だが、2017年の時点で在籍しているのは5両である。タトラ KT6T に関するカテゴリー、タトラ KTNF8 に関するカテゴリー、ありがとうございます。